東京都国分寺市の光プラザ内に生態保存されている新幹線951系電車東京都国分寺市光プラザ内にある新幹線資料館内部に展示されている時速2 8 6トル達成を記念するプレート新幹線951系電車とは1972年3月の山陽新幹線の岡山駅までの開業に伴い日本国有鉄道が 当時の営業運転での最高速度時速2 1 0トルを超える時速2 5 0トル運転の新型車両を開発するために1969年3月に製作された2両編成の試験車両である以下の1形式2両よりなる寸法はオねムネキソンの例形のそれを踏襲し全長2 5ル 全幅 3386mm、全高 4490mm である。軽量化のために、新幹線では初のアルミ合金製構前からだとし、車体合成を確保するためにボディマウント構造を採用、流線形の先頭部は空気抵抗軽減のために0系の約 4.5m から約 6.5m へ 2m 延伸された。また、 機密構造が採用され、山陽新幹線では、六甲トンネルをはじめ長大トンネルが多数建設される計画であったことから、トンネル突入時などの気圧変動対策として、新開発の連続換気装置を搭載、0K では屋根に搭載されていた、冷房装置は、ヒートポンプ式の AU91、AU92 を床下にいずれか2機ずつ搭載として、低重心化を図っている。 側窓は2席分を1枚とした高窓構成で、951から1では窓中央内側に細いピラーを立てて、電動ベネシアンブラインドのガイドレールとしている。これに対し、951から2では電動横引きカーテンが採用されたため、センターピラーがない。座席は例形同様の2列プラス3列構成の転換クロスシートで、主権者であることから一部を、 座席なしとして、計測機器搭載スペースなどに当てている。冷系後継系列の開発を念頭に置いて、設計時点での最新技術が投入されている。先行して、在来線向けに設計されていた ED77 型や711系といった、交流電気機関車、交流電車での技術開発成果を活かし、新幹線としては、 初採用のサイリスタによる連続移送制御方式を採用する。これにより、立行・発電ブレーキの双方で連続的な制御が可能となり、従来のマスコンの段数指定による立行指令とブレーキ弁による制動指令の組み合わせに変えて、マスコンの速度指定による低速制御方式が採用された。主電動機は 0K の MT200 と比較して大幅に、 出力アップした MT916MT917 が搭載された。駆動装置は 0K 同様 WN ドライブを採用する。当初、車輪直径を 0K 用 DT200 の 910mm から 1000mm に拡大し、後述する ECB の指示高さを一定に保つ必要があったことなどから軸箱指示方式を 伊豆式に変えて軸箱両式とした d t 9 1 0 d t 9 0 1 1が試作されたが、これらはバネシタ質量が課題で1970年に実施された速度試験の際に通過後の軌道で PS 枕木が割り損するという事態が発生した。このため、臨軸を中空軸構造としてバネシタ重量の軽減を図った DT9012 が試作され、 1971年以降は台車をこれに振り替えている。951から1にブレーキ専用の直波制御機と抵抗機を搭載、発電ブレーキが高速域から低速域まで安定的に作用するように設計されたほか、台車の各車軸間を結ぶ軸箱張りに ECB を搭載、発電ブレーキで発生した電力を利用し、 これを直下の機上に作用させることで高速一機でより強力な制動力が得られるようにした。もっとも、このレールブレーキとしての ECB には様々な問題があり、後述の速度記録達成時にはこれを撤去して、バネ間質量を軽減した状態で試験が実施されている。摩擦ブレーキとしては、指令と作用に空気圧ではなく油圧を使用する。 電磁油圧ブレーキが採用されている。山陽新幹線での起電方式変更と、これによるパンタグラフ間隔の50メートルから100メートルへの拡大を睨んで、各社の連結面よりに一機ずつ、下枠交差式パンタグラフを搭載する。いずれも例形用 PS200 を軽量化したものである。二両ともに終電装置が搭載されているが、 実際には951から2のものが常用され、951から1のものは試験、非常用とされた。1969年4月から、東海道新幹線新大阪舞原間などで、新技術の機器などの試験が行われた後、1970年2月からは速度向上試験を開始した。だが、時速2 2 0トル運転を目指した走行試験中に、 前述の枕際リゾン事故が発生、試験は一旦中止された。その後、1971年に入って対策を施された DT-9012 系大車が完成、試験が再開され、1972年2月24日15時54分、開業前の山陽新幹線、姫路西赤市間の上り線で、 当時の日本国内の鉄道車両最高速度記録時速2 8 6トルを達成した。その後は961系の登場や国鉄の労使問題のためあまり試験されることもなく、1980年4月11日付で廃車された。廃車後は東京都国分寺市の鉄道技術研究所に引き取られ、951からには車両試験台に乗せられた上で、 各種試験に使用され、2008年1月16日に研究所の敷地内において解体された。相方の951から1は1991年に国分寺市に寄贈され、鉄道総合技術研究所の正門向かいの市、複合施設、光プラザの敷地内で新幹線資料館として一般公開されており、座席や運転席に座れる。資料館としては、 空間的にそう広くはないため多数の展示物があるわけではないが、前日の当社の速度達成記念レリーフのほか、961系の記念レリーフなどが置かれている。ありがとうございます。